こんにちは、りょうです。ご覧いただくとお分かりになるかと思います。この雰囲気、そうです、過去に遡り様々な企画に挑戦してきたんですけど、中でもかなり人気の高かったあの企画、夏といえばミステリー企画。そんな季節が近づいてきました。今までにもやっぱりミステリー企画の人気は高くて、さまざまな依頼も視聴者の方から届いてて、だけどやっぱりこうちょっといろいろと取り悩んでた部分もあったので、なかなか今までできてなかったんですけど、これからまた夏のあのシーズンということでちょっとずつ取っていけたらなと思います。いきなりなんですけど、皆さんは霊の存在を信じますか？私は信じる派です。過去に私なんと暗闇の中で得体の知れない何かに頭を叩かれたことがある。本当なんですこれ。多分信じてもらえないと思うんですけど、本当に頭をこういう感じです。本当に後ろ壁なんですよ。何かに叩かれたことがあるんですよ。そこからちょっと本当に幽霊の存在を信じるっていうきっかけにもなったことがあったんですけど、ちなみにカメラマンは全く幽霊信じてないです。霊の存在信じてないです。そこで今回のミステリー検証は降霊術。降霊術とは簡単に説明すると、占いなどに答えてもらうために亡者を呼び起こす魔術のようなものなんですけど、過去に視聴者の方からこっくりさんをやってみてくださいという依頼がありました。国内でも一番有名だと言っても過言ではないこっくりさん、私としては決死の覚悟で挑んでみたんですけど、残念ながらよく言われている有名な現象は何も起こらなかったです。そこで今回はまた別の巷でささやかれている降霊術の嘘本当を検証していきたいと思います。今回検証する降霊術は、お帰りなさい。この降霊術は紙とペンさえあればできてしまう極めて簡単な降霊術らしいので、早速準備して検証していきたいと思います。ではまずやり方を説明します。用意するのは紙とペン、これだけです。まずペンでの紙にお帰りなさいと書きます。次に疲れたでしょうと書きます。そしてその紙を1分間まばたきをせずに見つめます。そうすると背後からただいま疲れた声が聞こえてくるらしいです。実証します。それではやっていきます。
60秒経ったんですけど何も聞こえない。検証結果、1分間まばたきをせずにこの紙を見つめた後背後から声が聞こえるというのはありませんでした。ただもう1分間のハードルが高すぎてそれ達成感はすごいですよ。知らんけど本当これで合ってる。1個心配でこれ合ってますか、お疲れ様で。この高齢率の名前おかえりなさいですね、正しいのなんでだろうな、なんかで入れ替わったんですかね。でこれでも絶対わざとって思われますよね、多分。いや、わざとこれ、素だけだね。お疲れ様お疲れ様でした。先ほどやってみたんですけど、とんでもない間違いを犯してしまった。書いてることがそもそも違いました。なので、もう一回やり直したいと思います。書くことは、お帰りなさい、疲れたでしょ。それでは、やっていきます。何も聞こえないですね。今回こそは文字を間違えずに、お帰りなさい疲れたでしょう、紙に書いて1分間まばたきをせずにこの紙を見ていきました。60秒後、1分後、背後から声が聞こえてくるということだったんですけど、何も聞こえないままということで、今回の高齢術検証、何も起こらないという結果で終わりました。最初にやったこっくりさんの高齢術に続いて、今回も何も結果も何も起こらないまま終わりましたね。ただ私も自分で怖くなるんですけど1回目のこれですよね。これ皆さん本当にわざとなんてないかって思うかもしれないんですけど、本当にガチなんです。こういうボンミスというか、何ミスというのかわからないんですけど、こういうことが本当に多くて、私こうなんか勝手に頭の中ですり替わる、これが一番怖いです、本当に。今回の高齢術もここら辺で終わりたいと思います。ただやっぱり1分間っていうハードルは高いですね、かなり。もう涙も出るし、鼻水も出るし、なんかいろんなものが出てくる。それがこれです。いろんなものが降りてくる、涙と鼻水と。気になる高齢術、皆さんもくれぐれも遊び半分で やらないようにお願いします。よかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。まだまだやるぞ。